行田生の中野です。稲塚一輝、ミッキーだよ。はい、今回は中野くんに企画をやってもらおうと思ってお呼びいたしました。どうやら中野くんなんかすごい得意なクレーンゲームがあるらしいですね。何が得意なんですか？バランスキャッチャーが自分が得意なんです。バランスキャッチャー、じゃあそのバランスキャッチャーを使って今回は問題出していきますので、プレイしながら答えてください。じゃあ早速いきましょう。レッツゴー。はい、到着いたしました。バランスキャッチャードタドタやるやつですね。いきますよ。いけそうですか？はい、全部で3問出します。タイムリミット30秒あるんで、1プレイあたりで問題1問出します。第1問、エブリデイ餃子店にある1階にあるぬいぐるみを答えてください。略称でも可能です。それでは用意スタート。全部で5つです。ソーラーのタイプのイモリの。さて、まだカウント続けますよ。スムービーのアイスクリームの。なかなかきつい。考えるのと。ちなみに他にはドラえもんのぬいぐるみとかハローキティのぬいぐるみとかあります。もうやり方は使えましたよね。じゃあ2問目いきましょうかね。さて、じゃあ2問目、今度は2つ答えてくれれば OK です。エブリデイ餃子店で現在開催しております面白キャッチャーを答えてください。それでは用意スタート。2つです。フルネームで。おーおーおーおお。正解。じゃあついでに答えられるだけいきましょう。終了。ちなみにそれ以外だと夏バテキャッチャーとかありましたね。ズッキーニのやつ。はい、ズッキーニのやつです。はい、詳しくはね、しまチャンネルの方を見てくれると分かると思います。最後問題はめちゃくちゃ簡単です。もうスタッフだったら絶対分かります。じゃあいきますね。最終問題です。エブリデイ餃子店のいいところを5つから8個挙げてください。用意スタート。元気がいい、さっきのみんなが元気がいいところです。1個目は、自分で考えて、用キャッチャーのタイプを見ているところで、1個目が、T シャツがめちゃくちゃおしゃれなところで、失敗ですかね。どうですか、この企画。中野くんがバランスキャッチャーということでやってみたんですが、いや、問題に集中しちゃってこっち全然見てなかったことなんで。楽しかったですか？楽しかったです。いや、難しすぎてちょっといつもやってるようにいきません。いつもバランスキャッチャーやってるんですか？客がいないときにちょっと一人で淡々と足踏みをしながらどうやら中野くんは運動系が好きなんですかね。そうです。バリバリ運動系です。運動系が好きなんで、しかもこれで息一つ切らしてないですね。はい、まだまだ出ていきます。何かしたことありますか？全然クイズの方答えなかったので、まだまだエブリリーの常識というものをまだ全然分かってないので、
もっともっと勉強して次は成功できるように頑張りたいです。それでは今日の動画終わりになります。見てくれてありがとうございました。よろしければね、動画のチャンネル登録とかベルマーク通知オンにしてくれると、中野くん出てくれた時にまた通知が行くんで、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。